忙しい人のための以下略。ババは金曜まで雨も土日晴れて寮に戻るか。出走馬18と1番からディアマンミノル、レース間隔短く疲労が心配。ガロアクリーク短距離血統より初輸送の方が不安。コントレール資格なし。マンオブスピリット調教タイムが物足りない。里のインプレッサ前走出遅れたにせよ同い年サリオスに大敗。デルトライゼンで調教抜群兄弟制覇狙うが相手が悪いか。ダノングロワール上り調子だが初輸送が不安。ディープボンド調教よく調子上向き。アリストテレス前走勝ち時計は神戸新聞杯より早い。里のフラッグ同級のダノン同様初輸送は気がかり。バビット逃げはキメラベリテに封じられそう。レクセランス叩いて良くなってはいる。ロバートソンキー経験浅く未知数だが好成績は左回りのみが気がかり。バルコス血統的には最も長距離向きか。ブラックホール折り合いに不安が残る。タッキシュパレスババは湿った方が良さそう。キメラベリテ逃げる。ビタエンダー叩いて良くなるが実力的にどうか。結論3、6、8の順。